人事部長長ユーーーチュバの谷光です、えー、令和元年12月の31日ということで、えー、今年の最終日ということでですね、まあ、この YouTube も最終今年最後のです、ねえー、YouTube 配信とさせていただきたいなと思います。でまあこの12月31日ということなので、えー、まあ、ちょっと今年の総括などもですねしていきたいかなと思います。 でまあ、今年の総括としてはですね、まあ、この YouTube 配信させていただいてることもありですね、まあ、今年は10月にこの YouTube ですね復活を、まあ、1年約1年ぶりだったと思いますけども復活をさせました。で、まあ、以前もですね1年近くぐらいや きた中でですね、えー、今年はちょっと改めて、えー、10月からスタートしたんですけども、まあ、ちょっと前回とお違う点というのがその、えー、と10月にこう再開するまでの間に、まあ、数か月はいろんな方の YouTube をですね、えー、と拝見させていただきましたまあ視聴者としていろ、まあ、んな方をですねずっと見ていく中でんまあ 正直思ったのがですねこうこの YouTube の可能性っていうのがこの1年前から比べてまたこうグンと上がってるなあっていうのをすごく感じましたのでまあこう自分自身がこう配信者としてもですね、えー、また新たにちょっと再スタートし,しようということでですね、えー、配信をしました。でなおかつまあ、比較的私いろいろなものに興味があ,あるので <laughs>。 えー、まあ学ぶことにおいてはいろんな分野という部分にまあこう顔,顔を出すというかですねいろんなことを見聞きしたいなっていうまあ割と広く浅くっていう部分もあるんですね。でまあそれはそれとして、うん、まあ悪くはないことなんですけれども、まあ、ちょっと今年からまあ来年にかけての話で言うと。 そのいろんなことにこう学びをするというよりもある程度やっぱりグッとこう絞っていこうというのが、まあ、この今年の後半から来年にかけてですね自分自身がちょっとこうその絞るっていうことですね。 とと、えー、といいううここをやっていこうと思ってて思ますで特にこの YouTube っていうのは非常に可能性があるもので何か知らんを調べようと思って、まあ、まあもちろん Google で調べるとかこの YouTube で調べるっていうのもありますが、まあ、YouTube の場合はいいところはその割とですね有料になりそうなノウハウとかが、まあ、無料で上がってたりとかするので、まあ、そういう部分ではですね うんまあ、この動画 YouTube から、えー、学んでいく,いくっていうこともですね、まあ、配信者でもあり学びをしていくっていう側でもですね、えー、来年特に加速されに、えー、していこうというふうに思っております。えーまあ、ですので、まあ、本当に今年1年、まあ、いろんなことをやりつつ 後半ですね、YouTube を再開してからこう、どん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 いろんなことを絞るというようなことをですね、えー、試みております。ですので、まあ、来年もですね、いろんなことを絞りながら、えーまあ、この動画配信、YouTube の配信もですね、えー、もっともっとクオリティを上げながらですね、配信をさせていただきたいというふうに思っております。本当に今年1年、えー、ありがとうございました。また来年もですね、もう1月1日から。 明日からですね、明日からも配信していきます。で、しかも明日からはですね、ちょっと私、島根の、まあ実家の島根の方にですね、えー、3日ほどまで帰りますので、えー、まあこう道中だったりとか、まあ、島根のところ、島根でですね、実家などでですね、配信の方はしていきたいなというふうに思っておりますので、また来年も引き続きよろしくお願いします。ぜひまたチャンネル登録をお願いします。